独断と偏見に満ちた犬夜叉が連れていそうなポケモン参戦。アニメ犬夜叉の登場キャラクター犬夜叉、彼がもしポケモンの世界にいたらきっとこんなポケモン連れていそうという独断と偏見に満ちたポケモンランキングを紹介していこうと思う。第3位、ゾロア。バケギツネポケモンゾロアークに進化するポケモン。臆病な性格から常に誰かにバゲているそうだ。犬夜叉の仲間の一人、尻尾にそっくり。まさにポケモン版尻尾だ。犬夜叉一行と一緒に旅をしても違和感がないよね。第2位、グラエナ。犬夜叉その名の通り、やっぱり犬ポケモンを連れているイメージが強い。群れの規律を重視し、リーダーの指示にしっかり従うポケモン、グラエナ。きっと必殺技は三魂鉄槍。犬夜叉と最高のコンビネーションでどんな強敵にも打ち勝てそうだよね。犬夜叉が連れていそうなポケモン栄える第1位はルガルガン。人間と犬の妖怪のハーフ、犬夜叉。犬夜叉にぴったりのポケモンがルガルガンだ。イワンコから進化するタイミングで真昼の姿、真夜中の姿、もう一種類黄昏の姿と3パターンに進化できる。真昼と真夜中の2つの要素を合わせ持つ黄昏の姿、まさに半妖のようなポケモンだ。特性は硬い爪で特性まで似ているぞ。堂々の第1位はルガルガンで決まりだね。いかがだったでしょう。犬夜叉が連れてそうなポケモン参戦、しっくりきましたか。このキャラクターが連れているポケモンはきっとこんなポケモンなどなど、リクエストがありましたらぜひぜひコメント欄で教えてね。ではまた次の動画まで。